パリーグ楽天2から0日本ハム、8日楽天モバイル。日本ハム、新庄志監督、52、が、今季限りでユニフォームを脱ぐ可能性に言及した。今季最終戦の楽天戦に敗れ、1年契約で挑む3年目は貯金15の2位で終了。12日の CS 第 1S ロッテ戦、S コンから始まるポストシーズン、TS、お前に、 今後の戦い方次第で完全燃焼させたら一気に消えてしまうところはある。責任を果たしました、ってなるかもしれない。プーって、悔しくなったら、やり返したろうと思ったら、また、来期もある、と語った。長渕みたい、ファンに剣を突き上げる新庄監督。2年連続再開、借金22からの躍進。優勝させたかったのが正直な気持ち。 バリにいた時は野球なんか一切興味なかった。やるって決めたらとことんやる性格。お前大丈夫かって、違う自分に言われるぐらい、と、チームの成長のために心血を注いできた。表情、走り方に少しでも違和感があったら休ませる。と競争と休養を意識してメンバーを固定しないことで、過去苦しんだ故障離脱者は激減。 結果を出した翌日にスタメンを外すなど、奮い立たせるやり方が成功した、と、職業、モチベーター、の本領も発揮し、6年ぶりの A クラス入りに導いた。ファンを何より大切にしてきた指揮官に続投を望む声は届いているが、僕の人生なんで、僕の好きにやらせてもらいます、と周囲の思いが身体を決める理由にはならないという。見据えるのは日本一のみ。 今は日本シリーズをエスコンでどうやるかしか考えてない。今後の戦いでビジョンが決まり次第、身体は伝えると監督として初めて挑む短期決戦への覚悟をにじませた。